参議院中西健治。皆さんおはようございます。おはようございます。参議院議員の中西健治です。本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。厳しい状況、そして来週来月どうなるか分からない、そんなような状況でもありますけれども、そういう時だからこそ国家国民のために何をすべきかということを第一に仕事をしていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。